プラーナ文献プラーナ文献もしくは、プラーナとは、サンスクリットのプラーナムアーキアーナムすなわち、古き物語を意味する、言葉の略称で呼称される一群のヒンドゥー聖典の総称である。内容は、ヒンドゥー教初心の神話、伝説、参加、彩色など、また宗派神崇拝のための再会儀礼や、巡礼地の縁技、それへ祭、神殿、心臓の混流法、カースト制度、 重機の義務、さらには哲学思想、医学、音楽など、ヒンドゥー教のあらゆる様相を示す、百科全書とも言うべき広がりを見せている。プラーナは、第五のベーダとも呼ばれ、その多くの著述を、天の啓示を受けて、これらを伝え、マハーバーラタの著述者でもあるとされる、伝説上のリシビアーサのものとする。古いバラモン教の文献及び、法典の中で、通常、 イティハーサと共に言及され、前5世紀の語源学者、ヤースカも、古伝書の流れを組む、ヤカラの見解に触れ、広大の注釈家は、これを、プラーナの知者、プラーナの流れを組むヤカラと注するから、古くベーダ解釈者の中に、このような一群の人々の存在が推定される。6世紀頃の時点、アマラ公社などに見られる古典的定義によれば、プラーナには、パンチャラクシャナつまり、 以下の5つの主題が備わっているとされる。創造宇宙の創造を再創造宇宙の周期的な破壊と再生系深み神々と聖戦の系譜。マヌの後期人相マヌより描かれる人類史王朝史非種族、ガチ種族の家系に至る諸王朝の歴史ただし、これらはむしろプラーナの原型、古型となった腰古,古伝の特徴と考えるべきで、現存のプラーナにはこうした要素は一部しか、 また少ししか含まないものもある。原尊のプラーナは、女地子と同様、主として、主老化と呼ばれる、平易な十六音節二行の死刑で書かれ、古典サンスクリットの文法には合わない形も多い。口実する十八の大プラーナと多数の副プラーナによって構成される。歴史的には、当初は、バラモン教時代に伝えられた神々やりし、太古の章に関する神話、伝説、 説話だったと考えられている。これらの腰古伝は、ベーダの伝承者とは別に存在したとされるスータと、呼ばれる、吟遊詩人、玉正詩人といった職業的語り部集団によって、伝承された。彼らは、ラーマーヤナや、マハーバーラタなどの女子詩の伝承集団とも近い、関係にある一方、ベーダの彩色や解釈学、また、法の成分化にも関わっていた。やがて、 バラモン教からヒンドゥー教へ変わっていく歴史の流れの中で、テラギや巡礼地に集まる身分の低い装飾が台頭。彼らはヒンドゥー教のあらゆる要素を取り入れ、挿入、改ざんを繰り返し、その蘇生、年代が極めて多様で、およそ4世紀から14世紀にかけて、現在のプラーナを体制、定着させた。プラーナはベーダのホイとして、 女性やシュードラの教育を目的としたとも言われ、正党派のバラモンからは、ベーダ聖典を直接を学ぶ資格のない女性や、シュードラ階級のための聖典と評されることもある。確かに、叙術の不統一や、表現の法外な誇張が見られるが、これは、ヒンドゥー教の土俗的、民衆的側面を代表する文献としてのプラーナの性格を指したものであり、必ずしも、 その重要性を否定するものではない。古い伝承が保存されていることから、ヒンドゥー教の哲学、宗教の発達を知る手がかりのみならず、記録、宗教学、民族学に貴重な資料を提示している。プラーナと呼ばれる聖典は多数存在するが、その中でも特に重視される以下の18書は、大プラーナと総称されている。なお、大プラーナの他に、副プラーナと呼ばれる。 聖天群も数多く存在する。ブラフマプラーナパドマプラーナビシヌプラーナバーユプラーナバーガバタプラーナブリハンナアラディーヤプラーナマールカンデーヤプラーナアグニプラーナバビシュヤプラーナブラフマバイバルタプラーナリンガプラーナバラーファプラーナスカンダプラーナバーマナプラーナクールマプラーナマツヤプラーナガルダプラーナブラフマンダプラーナ本文概要その他ありがとうございます。